な、紅葉を楽しむ文化って何なん？あれ何なん？紅葉を楽しむ文化って何なん？ほんまに。何なん？ほんまに。正気で言ってるみんな。ほんまに何なん？紅葉。いや、わかるよ。紅葉は美しいものって小さい頃から教わってるから、学んでるから、俺はまあそれわかる世代よ。いや、最初のやつ何なん？紅葉見て綺麗やなって言ったやつ何なん？なる？気づく？感性いかついって。紅葉見てもさ、赤いなーしか思わんやん。赤いなーって、赤いから赤いなーで止まるやん。赤いなー、綺麗やなー、えぐないこいつ。なんなんそいつの一気に行くやつ。なんなんこいつって。で、いや、こいつは別にええねん。こいつは別に、あ、赤いな、綺麗やなまでこいつが言ったとするやん。紅葉が綺麗っていう知識広まってるってことは、こいつの横にそれ受け入れたやつおるやん。ああ、赤いな、綺麗やな、ほんまやな。こいつなんなん？こいつが一番なんなん？一番やからやん。やかいな、綺麗やな、だいぶシュールちゃう、これ。プールの水美味しいよなぐらいわからんやん。ぐらいわからんのに、ほんまやなーって。こいつ怖い。しかも、こんなやつさ、感性いかついから、どうせ友達多いタイプなわけないやんか。で、こいつ自身が広めたわけちゃうやん。紅葉綺麗やなを広めたのはこのほんまやなーの方やん。モチベーションなんなん、こいつ。なぜこいつは紅葉綺麗を広めてあげたん？ここの絆壊ない。わからんもん。なんやねんってなるやんか。で、そもそもやで、紅葉綺麗って見つけたやつ、多分これ昔のやつやんか。昔のやつが、どういうタイミングで気づいたんかなって。山行くやんか、山行く。昔のやつなんか山仕事で行くやん。木を切るなのか、山菜を取るなのか、もうやることがあるから山行くわけやんか。え？な、な、な、山行って分け入るやん、ほんなん。みんな、山菜取る。木切る、分け入るから、上の紅葉なんかもう見られへん。もうみんなここで仕事するやんか。え、なんだこいつ、見晴らしのいい場所おるん、こいつ。どこなん、ここ。見晴らしのいい、働けよ、こいつ。一人だけ、もう山を見渡せる、この位置でさ、しかも、紅葉を見るいいスポットって、紅葉綺麗っていう前提があるから行くとこや。何してんの、こいつ。紅葉が綺麗っていう知識が生まれる前やのに、紅葉綺麗に見える場所に行ってんねん。なんでなん。ほんで、紅葉綺麗、ほんまやろ、何してんの、こいつ。ペアはなんでついてきてるんかが分かれへん。こいつもいてさ、分かれへんねん、俺。な、これ、紅葉、しかも、これ、もう、極論やで。近くで、ズームで見たときに、紅葉って、結構嫌な色してるやんか。もみじって。ちょ、かさぶた感あるやん、あれって。血というか、生々しさというか、ちょっとゴミやん。ちょっとゴミ。インの、このアップの紅葉、ちょっとゴミやんか。なんでそれ綺麗って。もっと言えば、緑も汚い色じゃないのに、なんで赤の方行ったんやろっていう。わからんのよ、俺、こういうの。で、いや、で、一番わからんのは、この綺麗やなの、この後のほんまやなの、こいつが一番わからんけど、こいつが広めた動機もわからんし、こいつに広められて、さらに広めたこの、こいつの周りの100人の動機もわからんし、なぜこんなにも紅葉が綺麗ってのが定着したのかがわからん。え、だから、俺思うねん。紅葉をこの広めたやつらっていうのは、絆だけで言ったんちゃうかなって。説得力がない内容を絆だけで広めていったが、こいつ友達多い、こいつ少ないけど、ここだけ位置がいかついやつ。このこいつがいっぱいいかつい。だから、その位置がいかつい、その定期便がある空港で、ここでかい空港で、それで羽ばたいていったんちゃうかなって俺思うね。え、俺何言ってるか伝わる？わかるん？絆怖見たのか？見たなら、見てけよ。ひょっぴー、ひょっぴーくんだよ。